はい、どうもこんにちは。過去に貼って剥がせる壁紙を使って賃貸でも簡単に部屋の雰囲気を変えられる DIY 動画を出したんですけど、今日はですね、貼って剥がせる壁紙を剥がしてみようと思います。現状回復ですね。ちょうど背景に当たる部分の壁一面に貼ってあります。ちなみにこの緑色の壁紙は去年の5月ぐらいに貼ったので、だいたい1年半ぐらい前になるんですけど、ドイツのラッシュという壁紙のメーカーです。簡単に壁紙について触れておくと、貼って剥がせる壁紙もたくさん種類があって、壁紙自体にシールがついているタイプとか、糊を壁紙とか壁に塗ってから貼り付けるタイプとかがあるみたいなんですけど、このラッシュの壁紙は専用の糊を水で溶いて壁に直接貼って、その上から壁紙を貼るっていうタイプになってます。あとは壁紙自体の素材がフリースでできていて、紙の壁紙よりも剥がすときに綺麗に剥がせるっていうのが、特徴みたいです。このラッシュの壁紙に関してはかなりいろんな種類があるので、多分お気に入りの壁紙も見つかるんじゃないかなっていうふうに思います。概要欄にリンクも貼っておきますね。それでは早速剥がせる壁紙を剥がしていこうと思います。
はい、ということで貼って剥がせる壁紙を剥がすことができました。壁紙を貼るときは曲がらないようにするので結構時間かかって大変だったんですけども、剥がすときはもう一瞬で本当に簡単ですね。で、糊が残ってたのかわかんないですけど、若干ザラザラしてたところもあったんですけども、水で濡らしたタオルで拭いたら、まあ、元のサラサラの状態になったので本当に剥がすのは簡単ですね。あと途中でヒヤッとしたこの部分も、なんかこれが剥がれちゃったんで壁紙が剥がれちゃったのかなっていうふうに思ったんですけども、貼って剥がせる壁紙側のこの裏の部分が剥がれただけだったので、まあ、元の壁紙には全くのノーダメージと言って大丈夫だと思います。で、これが剥がした壁紙なんですけども、なんかこれ再利用とかできそうな気もしますよね。また糊を使って貼ることができるかどうかっていうのもちょっと試してみようかなっていうふうに思います。あと1点、僕も今知ったんですけども、ちょっと1箇所壁紙が剥がれてしまっている部分があって、ただこの剥がした壁紙の裏側を見ても元の壁紙がなんかどっかに貼り付いていったりしたわけではなかったので、この後ろの部分がもともとベッドが置いてあった場所なので、剥がれた壁紙の位置的に多分ベッドを移動した時にベッドの角がぶつかって壁紙が剥がれてしまったんじゃないかなというふうに思います。ということで、貼って剥がせる壁紙を、剥がして原状回復してみたでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。